しました。僕ドラえもんです。お願いします。<laughs> 綾瀬さんこんにちは。こんにちは。ちは今日はよろしくお願いいたします。お願いします。サステナモードのドラえもんはご覧になっていかがですか？はい、あの、いつもの青も可愛いですけど、緑もなんか晴れやかでいいですね。<や>可愛いです。ありがとうございます。<laughs> ねなんか照れちゃって僕はるやかだなんてはるかちゃんに言ってもらっちゃって嬉しいなね嬉しいですよね。<laughs> はい、綾瀬さんご自身が普段の生活の中において意識されていることや実際に取り組んでいらっしゃることはありますかえ身近ですけど例えばあの水道はこまめに閉めるとか電気はすぐ消すとか。 あと詰め替え用のボトルじゃなくて詰め替え用の方を使うとかそういう些細なことは心がけてます。例えばお買い物するときに今エコバッグっていうのをま使うようにはしてるんですけど、こう仕事の帰り道とかだとうっかり忘れてしまうっていうことも多くって。 まあ、まだまだできてないことも多いですね。うん、あの、より多くの人にサステナビリティ活動に関心を持っていただけたらいいなと思ってます。うん、今後のや,やせさんの活動を楽しみにしています。ドラえもんもぜひ応援してくださいね。もちろんです。あの、僕も、僕も何かいろいろお手伝いできることあるかもしれないから。<laughs> あの、ぜひぜひ、<laughs> あの、何かあったら、いつでもやってくださいね, <laughs> ね。やる気満々のドラえもんですね。はい。 とドラえもんからも明日からできることについてちょっとフリップに書いていただきたいと思います発表お願いいたしますはい服のリサイクルはい服のリサイクルですあの着なくなった服を私森ユニクロさんに持って行って役に立てたらなと思いますはるかちゃんの前に僕服着てないからね <laughs> あ、はい、そうですね <laughs> 確かにだから僕なりに考えましたよ <laughs> はい、はい <laughs> できることはあの ex2 プロジャズも着たいけど、あの僕のサイズないので、うん、エコバッグを使います。どれにもエコバッグを使って買いに行きます。たくさん入るようにね。はい未来の世界がより良くなっているように、私も頑張りたいと思います。の緑のドラちゃんも一緒に力を合わせて頑張りましょう。ユニクロのグローバルサステナビリティアンバサダーとして。 みんなで力を合わせて明るい未来を作りたいです。はるかちゃん、はい、一緒に頑張ろうね。ね。